来年10月で任期満了となる佐賀市の秀島敏行市長。今日の佐賀市議会一般質問で来期の市長選出馬について問われ、アメリカの大統領選挙を絡め意欲をにじませました。熱意の記録のことですね。お二人とも私と年齢的にはそんなに変わらないと思っています。結構強いものを感じましたので、そういう意味では ある意味での勇気をいただいたところでもございます。また新型コロナ対策に加え、やり残した仕事もあるため精一杯努めるとした上で、来期どうすると具体的に考えた経緯はございませんと述べました。